山崎達郎は日本のバーテンダー。北海道札幌市すすきのにバー山崎を改良し、札幌市にオーセンティックバーが広まることに貢献した。存命中は日本最高齢のバーテンダーとも称された。1920年、東京都小石川区に生まれる。幼い頃は絵を描くのが好きで画家を死亡したこともある。両親を亡くしたことにより、 1937年頃より染め物関係の仕事に就くが第二次世界大戦が始まると衛生兵として招集され陸軍病院へ軍医学校に勤務して終戦を迎える。この体験から医療への道にも関心を持った。軍隊時代の友人の紹介で1946年12月より東京会館にバーテンダーとして勤務する。 並行して文化学院を卒業、東京芸術大学の超高生となるなど、画家への夢も捨てきれずにいた。東京会館のチーフバーテンダーだった、本田春吉に、札幌行きを持ちかけられ、北海道の景色を描けると、とりあえず1年の予定で1953年に、札幌へ移住。チーフバーテンダーとして、博来居酒屋モンタナに勤務する。 1957年には財界の常連客が独立の話を持ちかけてきたが、これが詐欺で山崎の独立資金を騙し取り、借金を残して失踪した。しかしながら、見舞金や資金代わりに山崎の絵を購入した常連客などに恵まれ、1958年にバー山崎を開店する。高度成長期という時代背景もあって、借入れ金を完済するまでになるが、 1975年に火災のために店を失う。1976年にはオーセンティックバーとして現在のかつみビールにバー山崎を再建する。1987年日本バーテンガー協会北海道地区名誉会長に就任する。90歳を過ぎても店に立っていたが晩年は体調を考慮し1時間ほど顔を出す程度であった。 それでも店を去る際にはやわせた、客すべてに、お先に失礼しますと挨拶をするのが通例であった。2016年11月4日、アクセリンパシュのため死去、生涯現役を貫き通した。山崎の逝去後、バー山崎は、子息が経営に携わり、主に生前に教えを受けたスタッフにより営業を続けている。ありがとうございます。